どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇の新名哲郎でございます。新名なーなーにー吉本新喜劇新名チャンネルでございます。よろしくお願いします。さあまず今日のゲストは、はい、清水博之くんと、そして清水真理子ちゃんでございます。名前が変わっちゃった。名字変わったよ。森田真理子、あ、もしかして清水真理子だよ。あ、そうや、森田真理子ちゃんでございます。よろしくお願いします。お願いしま す, いやお願いします。ありがとうございます。本当にやっと出ていただきましたよ、これ。ありがとうございます。本当にもういろいろね、二人ちょっとスケジュールが合わなくてですね。そうですよ、まあ、真理子ちゃんはね、大変忙しくて、はいはい、10回ぐらいお断りしましたね。いや、そんなことはなくないです。すいません、スケジュールなかなか合わずね。はい、はい、さっきあのひろゆき君が出てもらいましたけども、はいはい、もう今回はですね、はい、前回ひろゆき君が出てくれた、はい、あの回をちょっと思い返すというか、ちょっと答え合わせで真理子ちゃんにいろいろ、はいはい、あの当時の話を聞きたいなと思いまして、はい、見ましたよ。あ、見てみました。ありがとうございます。ちょこちょこ間違ってるんですよ。ちょこちょこ間違ってんの。なんかね、年数とか、あ、年数なんかどうやらこうやら、でもちょこちょこあったけどちょっと忘れちゃって、うん、忘れたんかい。覚えてんのは彼が14年前とか言ったんですけど、うん、正直初めてのデートに誘ったのは13年前の4月1日、ま、いや、ええやんか、1年だけ。そ、ね、そうなんですよ。細かいとこはやっぱね、うん、男性覚えてないでしょ。覚えてない、覚えてない。そうなんですよ。入団して直後に付き合ってるというか好きになったとか、そんなんないんですよ。あ、ないの。で、入団当初もかっこいいとか思ってないし、え、ね、思ってないと思う。2年ぐらい経って、うん、丸2年経って3年目ぐらいになった時に、うん、あら、この人はなんか一緒におったら楽しいし居心地いいし、うん、1回デートに誘ってみたいなって、ノリでデートに誘ったのが、うん、13年前の4月。へえー、で一番第一印象の時はちょっといいですか、聞いてみて、はい、だからひろゆきとオーディションで会った時、ひろゆきは言ってたんですけど、はい、話しかけられましたよね。話しかけられました。で、その時ひろゆきは言ってたんですけど、何こいつ気持ち悪いみたいな思ってた。それは私、気持ち悪いとまでは思ってないけど、あ、そうです。私こう三角座りしてこう、ああこれがお笑いをのオーディションかって、うん、新劇のオーディションかみたいな、全員芸人になりたい人たちなんやってこう、うん、見学気分でこうみんながオーディションのミニ新劇を練習してるのを見てたんですよ。面白いね、お笑いの世界かって、うん、ほんなら、あ、どうも、ね、皆さんすごいですよね、皆さん本当すごいですよね、ほんますごいわ、みんな上手いわ、あ、僕らが全然ダメですよって急に喋りかけてきて、あ、出ました。いやいやいや、はい、そうですね、本当皆さんすごいですねって言って、変なやつやな。なんかいや、チャンスよ、まあ、緊張してますから、うん、まあ、ちょっとな、一人ぼっちだったんですよね、うん、だから、まあ、誰か話す人おらんかなと思ってたら、ちょっと彼女がおったんで、うん、まあ、話しに行ったってことだと思うんですよ、うん、だから多分、和ませるためにもみたいな、そう、そうだと思いますよ、うん、本当、まあ、いざ、まあ、僕もモテませんから、うん、まあ、女性に話すのも第一声目、うん、なんて話していいかわからんから、うん、多分、そのようなことを話したと思うんですよ、本当、うん、すごいですね、皆さん、そうなんです、こんなんしてませんよ、もう仕切ってるやん、なんか、それとも、こんなんだ、帰ってくれって言われるよ。いや、ほんま面白くて、ちょけるの、お前ら、何この人と思って、うんうん、で、声高かった、思ったし大事以上ね、はい、声高かった、声面白いと思って、まあね、で、なんか、ザ・若手芸人みたいなイメージだったんですよ。あー、まあ、ひろゆきがもともとやってましたね。まあまあまあ、そうそうです、うん、ちょっとだけですけども、うん、漫才とかでね、はい、T シャツ、白い T シャツ着て、なんか首だるだる、うん、お腹の方をなんかクシャクシャってなってるんですよ、うん、あ、この人、お腹で手拭くタイプの人やなそこまで観察したよ、はい、いや、まあ、すごいな、まあ、大当たりやってな、はい、入団して、まあ、あの人儲かってるからってなって、うん、あ、合格だった、あの人は何を評価されて受かったんやろ大臣じゃボロボロやんか。そうなんですよ、まあ、声高い変なやつ、変なやつなんですよ、受かった、何が良かったんやろ、何が良かったあいつは、そう思って、わかりますよ、僕も思ったもん、何で受かってんの、トイレ行って、ねえ、ほんとねえつってここに行ったんですよ、わー、T シャツの中で拭く人嫌って思って、まあそうっすか、今は治ったもんね、まあ今は治りましたよ、ハンカチ、そうなんや、キャッシュをしすな、はい、あのハンカチをね、うん、買ってるんで、あ、まあ、そうや、ようハンカチで拭いてる、はい、なんか汗とかもこうやってちゃんとハンカチで拭いたりしてもね、ハンカチ王子です、今は、ハンカチ古いわ、第一印象はそうやったんや、そうです、そうです、そうだったんです、ほんで、最初の方になんか2人でコンビになってネタやったって言ってたんや、ひろゆきが、はい、ありました、ありました、ああいう時とかは全然なんとも思ってなかった、あのね、頼りなかった、頼りな、まあまあまあ、2人でネタ作らなあかんし、ネタ作ってこないんですよ、あ、ごめんな、何も考えつかへんかったって、私田舎の丹波篠山から、うん、電車に乗って1時間半かけて難波来て、ひろゆきさんは神戸やったんやな、はいはい、神戸から、まあ、神戸からも2人出てくるけど待ち合わせは難波やと、うん、難波ハッチかなんかとかでね、はいはい、やるんですけど、うん、なんか考えてきたって言って、急に決められたコンビというか、うん、あの組み合わせやったから、うん、はいはい、どうしようってなった時に、うん、一緒にごめん何も思いつかへんかった、うん、で
でも私ね想定してたんです、うん、もうそれはね、うん、ちょっとやってる感じで、そうなんや、女性恐怖症みたいな感じやって、はいはいはい、喋りかけたら「うんはいはい」みたいな、いうところもあったんですよ。そうなんや。その最初に、うん、オーディション中に喋りかけたのが、うん、レアなパターンやったらしくって、はいはい、まあまあね、本当は女性にこうグイッと喋りかけられたら、うん、何ですか何ですかってこう、うん、めっちゃ拒否反応というか、うん、ビビる人やったので、なんかこの人私と女子と組んで、うん、めっちゃ残念そうな顔してたし、うん、女の子かいて困ったなって顔を一瞬ね、うん、その発表された時にね、はいはいはい、した気がしたから、はい、私は自分である程度考えていってみよう、えらね、私が提示したね。いやまあこれちょっと語弊があったりするんですけども、まあ最初こういう風にまあコンビ組んでくださいって言われたんですよね、うんうん、急にまあちょっと分からないじゃないですか、社員さん、作家さんね、はい、じゃあまあとりあえず集まろうっていうことで、うん、僕は何も考えずにノープランで言ったの、それは確かに正解やったんですけども、はい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 、じゃあまあ彼女何が得意ですかって時に、うん、まあゴジのモノマネするのが得意です。オーディションでもやってたんで。はいはい、あ、じゃあそれ生かしたコントやりませんかって言ったら、うん、いやそれは嫌ですとなったんですよ。あ、そう嫌なんか、そういうことはあまりしてない人なんやなってなった時に、うん、あ、じゃあこういう感じの人なんやってなったら、じゃあそこで、うん、じゃあ二人で作りませんかっていうとこやったんですよ。ほんでカラオケボックスですよ。最初すごいごめん、そこ私が間違えてる。ナンバーハッチは、はい、ちゃう人とは結構やったから、そのもっと、はい、僕は提示しましたもん、リアルゴリラしませんかって言ったら、うん、いやそれはやりたくないです、やりたくないです、あ、なんかまだやりたくなかったんかもしれません、うん、そういえば最初の方はちょっと時期を見てゴリラを出したかったんですよね、うん、まず人間関係を作りたくって、もうめっちゃ偉いやん、すごいな、なんかね、ゴリラの人間関係、いや偉いか分からないけど、それは14人合格したんですね、まあ、篠野さんとか、はい、金原ちゃんとかいました、金の2個目、はいはいはい、14人も受かって、うん、ここ関係性なくゴリラやってもなんか惹かれる感じの空気バンバン感じてたんですよ。そうなんで、田舎から出てきてるから、なんか田舎もんがって思われてるような気もしたし、それ独特の、まあ、被害妄想、被害妄想だったかもしれないですけど、今出してもなんか損というか、すごいな、なんか惹かれるだけかも、ちゃんと愛情持って突っ込んでくれへんかもみたいな、なんかいろいろ不安があったんですよ。だから人間関係作ってからしようって思ったのは思ったから、確かに嫌がったかもしれない。すごい、はいはいはい、俺そんな武器持ってたら速攻やるわ、引かれてもええからな僕もまあ速攻やります、そこは私がひよっちゃって、いやでもすごい、それは良かったよね、逆に、ほんでほんで、いやそこで終わりですよ、もう記憶ないですそこでもう完全な記憶はシャットアウトしました真っ白になって、もうこれ思いつかんと、はい、思いつかないんですよ全く、うん、どういう子かもわからないし、ま、女性とそんなコンビなんか組んだことないしな、はい、ネタなんかやってこないし、そうなんですよ、で困るやろなって思ったんです、うん、彼がで考えていって、うん、はい、私正代も多分まだありますよ、いやすごっ、どっか実家か、うん、今の家の、一番古いネタ帳かなんか、すごいな、そっからだんだんひろゆきは、はい、あの栄養に思われてたんじゃないかって言ってたけど、どうやった、はい、そのコンビとかやっていった、あ、なるほど、第一印象からだんだん変わっていったの、ひろゆきの印象は、だからその初めてこう2人でやるときは、うん、楽しかったかな、いや、ちょっと、いや楽しくだんだんはなったかもしれないですけど、あんまりいいイメージじゃなかったと思う、まだいいイメージはなかったの、あ、そうっすか、ほんでその後、最初デート誘いましたよね、動物園行きましたよね、はい、で、お弁当を作ってきましたよね、作りました、あん時は好意持ってたんですよ、はい、その時は、興味があったというか、うん、2人でデート行きたいと思ったから好意持ってますよね、そうやんな、でも、好きとかじゃなくて、ノリの感じでノリの感じで、だってもう何年もデートとか行ってないし、うんうんうん、男性とそういうの、うんうんうん、デートしたいっていう願望が強くあって、へえ、そうなんや、で、行くなら誰だっつったら、あ、近いとこに持ったんで、うん感じで、すごい誘いやかった、その安かったよね、男子がさ、8人おったかな、うん、8人いました、辰巳から始まりね、辰巳から始まり、はい、音はやめちゃったけど、西峰くんとかね、ああ、そうです、おったね、はいはいはい、うん、で一番話しやすくって、でもその頃には、なんか丸2年経ってる頃には、うん、もうすごい喋りやすい人になってたんですよ、何がって、まだ女性恐怖症って言ったけど、うん、やばーんとかって、なになやっていうのが面白かったんですよなんで、なになやってやればやるほど、もうこうやってしに行きたくなって、うんうんうん、ねーとか言って、ほえーみたいな、うん、面白いって、はい、わーとかよう言うな、ひろそう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 、うわーねー言うてはいはい、ノリでこうやって、はじーとかっていうのは、うん、その時もしてたと思うんですよ、やろうとしたらめっちゃ嫌がるから面白くて、まあ、ちょっとは好意あったってことだね、だからデート、まあ、したいと思ってたし、うん、はい、はいはいはい、デート誘って動物園行きました、動物園行きました、お弁当を作ってきました、 あ、それ、はいはい、1回目の時は作ってません、動物園だけ、あ、そうなん、はい、動物園だけなんよ、いやいや作ってきましたって、2回目のよ、1ヶ月後の5月1日にめっちゃ覚えてみためまだ
デート誘ったんですよ。それが王子動物園めっちゃ楽しかったから、うん、はい、でその時に行ったのは乗馬体験、うん、ああそれ言ってましたひろゆきが、はい、して乗馬体験の時にお弁当作っていったんや、うん、そうです、乗馬体験しました、で公園に移動して公園でお弁当を食べてもらって、はい、それは覚えてます、僕もそれ覚えてます、覚えてます。で食べた後オリックス球場に行って野球観戦して、うん、あそうなんや、はい、野球が終わった後に選手がポーンって投げた球を私がちょうどキャッチするっていう、すげえ、うん、ありました、ありました。で、これってもうその時には、うん、もしかしたらこれ、うん、もしこのノリで付き合い始めたらこれが2人の記念の思い出のボールになるかもしれへん。そうやな、ね、うん、私がパシッてキャッチした瞬間、うん、野球好きの少年たちがこうやってミット構えて待った子がいっぱい生まれたんですよ、うん、でも私がパシッて来たんですよ、ちょうど、うん、ほんなら子供たちが全員私のパッて見たんですよ、うん、後ろバッて見て、この大人のお姉さんは僕たちにもう一回投げてくれるんじゃないかって、もうキラキラって希望の目で私を見てきたんですよ、まあまあ、私、うんうん、あげろあげろや、そうですよ、あげないって言って隠すなやひろゆきさんがその帰りの車であげへんのびっくりしたわって聞かれたんですよ、私ちょっと、ね、いやでもちょっと引くよな、はい、そうなんですよ、あげへんのやと思って、まあじゃあもう気に使ったんですよ、くれへん、お子さんなんや、子供たちは真っ先に大ヒートがやるえ、それは未だに持ってるんですか、で、私が持っとこうと思ったけど、うん、私の性格上、なくしてしまったりとか、そうやね、ね、実家で失ってしまったら嫌やなと思って、うん、はいはい、ひろゆきさんしっかりしてるから、うん、ひろゆきさんが代わりに持っておいてください、うん、はいはい、私たちの思い出になるかもよ、あははとか言って、うん、持っといて言うて、はいはい、うん、で、これは、うん、捨てました捨てんなよ、それを最近聞いたんですよ、どういうタイミングで捨てたの、それも、いや、もう多分あの実家やったんですけども、うん、部屋に多分置いてたと思うんですよね、うん、お実家の部屋に置いてたと思うで、はい、そうなんです、そうなんですよ、置いてたんですよ、うんうん、で、まあまあもう大阪に引っ越してこようと、一人暮らししようっていう段階で、はいはい、まあ、持っていくもの持っていかないものってあるじゃないですか、うん、あるある、まあ、選別してる時に、うん、ああこれはもういらないものだというふうにまずありましてでもどうせ家に置いとってもしゃあないし、うん、それだったらもう捨てようということでポンもう最悪思い出のボールすぐ捨てるそういうことは近所の子供にあげたらよかったですね、そうやな、そうだったらね、まだほんまや、そうなんですよ、捨てましたっすよ、それは絶対ない、申し訳ございません、おもろいなありましたありました、でも結局その後、うん、デートを 2,3 年に1回ぐらい誘ったんです、私大発見の、だからこの前の YouTube では確かひろゆきさんは10何年何もなかったよ、言ってないって言ってましたけど、デートに誘な、嘘やろ、いや、じゃあ誘ったやん、アウトレット行ったし、ちょっとすいません、あと喧嘩始まってます、はいはい、あのアドベンチャーワールドも行ったやん、アドベンチャーワールド行っとるやないかバチ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 デートコース、ちゃんとしたデートコース行っとるやないか、あ、すいません、あの、うん、アウトレットは思い出しました、うん、なんでも、うん、デートというよりか、うん、まあ、一緒に買い物行くみたいなイメージ、あー、はいはいはい、ヒロミは買い物行くもんね、はい、デザインと、そうなんだからデートっていう、まあ、感覚はなかったです、うん、ってなると、うん、確かに、まあ、アドベンチャーワールドは、うん、まあ、デートですもんね、コース的には、うん、その2人で行きました、それはもう全く覚えてないですね、あ、ちょっと覚えてるかな、覚えてるやろ、パンダ好きやろ、はい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 、パンダ好きやろ、なんかあったような感じもしますね、もう信じられへんなえ、あの、まあ、マリコ、それ2人っきりで行ったのなんでゴリラなんねん、パンダちゃうんかい、そトレトレチパとか行きました、いや、ちょっと忘れちゃった、忘れたんかい、なんやねん、全然噛み合えんねん、思い出、トレトレ市場は行った思い出はありますか、トレトレ市場は、いや、マリコ、だからそれは2人っきりで行ったんですか、2人っきりやったよ、誰もおらへん、音羽とか辰巳とかおらへん、いないです、いないです、でも私アドベンチャーワールド他の人とも行ったから、はい、そうでしょ、それ分からへんようになってんねん、はい、でもそれは親戚と行ってるから、うん、トレトレ市場は僕、お母さんと清水健さんと行った思い出しかないです、ほら、そっち覚えてるんや、私トレトレ市場行ってないと思う、あ、行ってないですか、うん、まあ、ちょっと思い出噛み合わずということで、はい、はいはいはい、まあ、はい、ちょこちょこデートはしてたと、はい、で、飛ばして緊急事態宣言一発目一番最初なっちゃって、はい、でひろゆきが、うん、まあね、動画も送ってくれました、僕にね、はいはい、ありました、家でパン食うとでありましたね、あれを持ってマリコちゃんが誘ったよね、そうですね、あれを誰かから聞いたの、ひろゆきがもうパンばっか食うとると家で、あれは、うん、しれこあたりかな、僕は分かんないですけどね、多分でもね、うん、本当は私その電話してたから、うん、ひろゆきさん電話してどうなんですか今、うん、緊急事態宣言になって、はい、何してますのみたいなの、ね、で、はい、私が、うん、ひろゆきさんがね、うん、家でご飯食べれへんのに、そうやね、こんな外食もしにくい状況、うん、あの時もっときつかったじゃないですか、うん、もっときつかった、出るな、一切出るなみたいな空気、なってたスーパーしか行ったかみたいな空気あったじゃないですか、なってたなってた、ひろゆきさん料理しないし、うん、家の中でご飯食べないし、うん、どうしてんねやろって言って、うんうん、
ひろゆきさん最近電話かけて、うん、最近どうしてですかって言って、うん、ずっと家におるよって何食べてるんですか、高いな、うん、え、ベランダでパンばっかり食べてるよパンパンばっかり食べてる、うん、いやまあね、食パンばっかり食べてるよ、うん、カバパンはそれほんまやったと思うんですけど、うん、ちゃんカバちゃんとこの麦パンですね、麦のパンね、麦パン食べてました、ね、私は、うん、これはチャンスやと、お、何がチャンスですか、これを口実に家に呼び込もうと思って、うん、え、そんなん体に悪いやん、パンばっかり食べたら、うんうん、私が料理作るから、うん、私の家に食べに来ませんかと誘ったんです、うん、ほんなら、うん、いや、そんなんいいよいいよって言ってたけど、うん、いや、いいからいいから、もう来て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 って、もう絶対に来てって、絶対に来て、夏のいい食事もたまには食べなあかんと、うん、絶対に来てって言ったら、うんうん、ほんなら、うん、おもかと行かしてもらおうわっつって、うん、しめしめしめ引っ張るな、引っ張るな、罠にかけようとすなね、彼に料理を作りました、うん、はい、でメニューも多分なんかちょこちょこ間違ってたと思うんですけど、メニューは多分あった、卵焼きは食べたいって言ったから卵焼きは作ったんです、まあ、だし巻き風のしょっぱい卵焼き好きっていうから、はいはいはい、しょっぱい系の卵焼きと、いいですね、照り焼きチキンと、おいい、はい、で豚のあの豚汁みたいなの、あと、ええー、やん、最高やん、野菜、はい、いっぱい入れてみようと思って、うん、あとホタテのバター醤油とか、ね、ああもう最高やん、私料理別に得意じゃないから、はいはい、バラバラメニューバラバラで、でも結構なんか得意って聞くで、はい、全然得意じゃないです、この前岡田なんか言ってたよ、マリコちゃんのトマト鍋めちゃめちゃうまいって言ってたで、はい、うん、お鍋ってでも掘り込むだけですもんじゃないですかそうだ、言うてたで、で、ひろゆきさんは、うん、ちょっと話脱線しますけど、全然ひろゆきさんは今でも私の料理は、うん、下手くそじゃない、美味しい美味しいって言ってくれてるんですけど、最高やん、うん、私自分でそんな得意じゃないって分かってるから、うん、もう料理の得意な井上康代ちゃんとか、うん、ジャイコ姉さんとか、ジャイコ、うん、直美姉さんとか、うん、料理の得意な人の手料理絶対食べんといてほしいんですよ、私が下手ってバレるから、そうなんですかそんな上手なのみんな、美味しいよ、安代の料理は美味しいですよ、うん、そうなんや、カレーもなんかほんまホテルカレーみたいなの出てくるし、うわすごいな、ジャイコ姉さんはお母さんのご飯みたいな感じで、ジャイコはそうやね、手の込んだ和食とか多いんですけど、うん、美味しいし、野菜たっぷり使ってくるからバランスいいし、嬉しいですよね、それは、そうそう、ナオミ姉さんはそれプラスなんかおしゃれな感じも出してきはったりとかね、へえ、同期で言ったら安代ね、ああ、はい、安代ちゃんね、安代の手料理だけは食べんといてくれって私心の中でずっと思ってるんです、そこ上手なんですね、そこで手料理振る舞って、はい、そうそう、それでも美味しい美味しいって言ってくれて、言ってくれてバザーイみたいな、うん、で嬉しかったから、まあちょっとまあまあ、ポテト、ね、ごちそうさまでした、うん、かわいいと思ったから私もへばりつきに行ったんですよ、へえ、でここへばりついて、うん、いつものように、はい、うん、なら、うん、まあいつものようにって言っても、うん、みんなが見てる前では結構こうわーって言ってねーねーやっちゃったけど、二、うん、人っきりの部屋の中でこうなんするのはないから、うんうん、まあそうですよ、なやなやみたいな、うん、これドッキリかドッキリかカメラ乗っちゃうっつってなやーとか言ってうわーなやなやしてねーしてねーしてねーっつって、そりゃそうなりますよ、うるさいうるさいうるさいとか言ってええええとか言って、はいはい、カメラあるわけないやろ、誰が私らに興味持つんだよそんなの、まあ確かにね、いやでもあるかもしれないと思うよな、冷静だったらそうなんですけども、うん、こんなことしてくるんやったら、うん、ほんまにあるんちゃうかと思ってまうんですよ、いや あるよね、はい、ありますあります、ほんまに絶対思うわ普通は、でそんな感じで、うん、もうほっぺをこう、うん、彼の口元の前に近づけて、うんうん、止まったら、うんうんうん、僕は、まあ、チュッてしてくれて、はい、だから、うん、はい、責任取ってもらいますこれよ、これよ、怖い怖いんすよ、これ私怖いって言われるけど、オートラップね、オートラップ僕最近呼んでるのがイノシシ捕まえなさんじゃないですかこうやって入っててご飯、うん、バーって取ったらもうこう、うん、ガシャーンって閉まるやつね、はいはい、あのイメージですよ僕、ピニーピニー言って、はい、難しいとこなんですけどそれは、ね、いやいやいや、でもいいんです、はい、それがきっかけやからね、ね、うん、ボケ混じりで言ったつまらったんですけどね、責任取ってもらいますって結構みんなに怖って言われるんですじゃあ俺はめっちゃおもろかった最初のひろゆきから聞いた時めちゃくちゃおもろかったでも別に結婚してくださいって意味じゃないんですよ、うん、でもなんかまあちょっとポロって言ってみて、でもそれがきっかけでお付き合いできるようになったから、うん、まあまあまあ、ね、よしじゃあ分かりましたって言ってたその時ひろゆきは、あ、そうそうそう、あはい分かりました、まあいいですよ、いやそれは突っ込んでね笑ってね、はい、なんかね、それとか言ってな、はい、おもろいねそれは、だからもうあれなんですよ、だからもう人間ってやっぱりその、うん、まあ家の中で物が何もなくて、うん、まあ、家でご飯食べれない、うん、でベランダ行って、うん、パンばっか食べてるってなった時に、うん、正常な判断ができないんだ、どういう意味やねん怒られるよ正常に判断した上でってことにしてよ
いや人間はねえってだけあなただけやねん。そうなんですか、ね、何もない、はい、ベランダでパン食うだけ、はい、人間ないのよ清水博之という人間だけなんだよ。はいはい、いやいや、まあまあ、うん、でも料理も美味しかったですし、うん、でもまあまあまあいい子っていうのもあったんで、いい子いい子、まあまあいいかなという、まあそういうのもあったんですよね、うん、やっぱほんで、まあ、僕もあんまりモテないですし、でまあまあ来てくれることもないから、うん、ああ僕のことをまあ好いてくれてる人やねが一番いいんじゃないかっていうことで、うん、まあ、そうやってお願いしますっていうことで身を預けたみたいな感じです ね、 いいね、料理もうまいし明るいし、はい、おもろいしでも最高やん、うん、いや、うん、長年ね、うん、そらひろぽんかわいいかわいい、うん、好き好きひろぽんとかっていうのをやってました、うんうん、やったやった、でも、もうその反面常に誰か他にええ男おらんかっていう目ではいました、もちろんね、そりゃそうよ、なるほどな、はい、いろんな罠は持ってたよな、はい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 、仕掛けようとしてたよ、いい結婚相手おらんかなって思ってたけど、はいはいはい、でやっぱ勝らなくて、うん、あやっぱこの人といるのが一番楽しいしなって、うん、最高やね、のが長年あった感じですね、最高やな、ほんで自分自身も入団して15年ぐらいになりますけど、おーおー、誰からも告白されたこと一回もなかったほんまに遅れしょはあったやろ、遅れしょは遅れしょあったよ、言ってくれました満月の夜になったら、うん、おい家来いよってうちの家窓から綺麗に満月見えるぞ、眩しいくらいや、めちゃめちゃ誘ってるやん、反射と外れが遅れしょはなんて言ってた、報告した時遅れしょは笑ってありましたよね、あ、そうなの、2人で一緒に報告したんですよ、遅れしょ、ね、僕はあの結婚することになりましたっつって、うんうん、あ、そうなんや、うん、言って誰やねん相手は、うん、時に、うん、変わりますと言って、うんうん、森田真理子です、うん、だときに遅れ者がもう大爆笑した、そうね、もうね、目に見えたよな、うん、あ、気持ち悪い、失礼やろ、まあ、まあ、遅れ者なりのボケなんですよ、ね、うるさいな、ボケ、はい、そうでしょうね、うん、初めましてって言ったときは、いや、初めての気がせんねやーってお父さん言ったんですけど、明るいな、ずっと見とったからな、清水君、よう知ってるよ、ありがたいな、お父さん、もしかして、お前、森田のこと好きなんちゃうんか、ほう、で、だんだん私のこと意識しだしてたらしくて、週に何回も、バイトのお店で余った食材とかを持ってきてくれたんで、私のマンションの下まで、いや、好きやん、チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。みんな鉄郎でございました。